前線は大泉ですが奥田が出てきましたが、ここで水野が拾います。藤枝のボール、クロスが入ってくる、いいボールだ、ボレーシュート決まった、ゴール、大阪のぞみ見事に決めて1対1同点、綺麗に決まりました、鮮やかでした。タッチのボレー、水野からのクロス、ご覧のようにファーを狙ってきました。非常に鮮やかにうまく当てていきました。振り切らずにインサイドでしたかね。素晴らしいシュート。